エベレストのネパール側ベースキャンプ付近から見たローラ。奥の山はチャンツェ。右側にはエベレスト西とク空運部氷河があり、左側には空運部チェがある。ローラはネパールと中国チベット自治区の国境にある峠であり、エベレスト山頂から西に約5キロメートルの地点にある。また、エベレストとその西側にある空運部チェを結ぶ両線の最低安部でもある。 標高は6006メートル。チベット語で、ローは南、ラは峠という意味である。ローラ歴史的に、この峠は、エベレストの氷河が現在よりも厚く、通過するのにより険しいクライミングを必要としなかった時代に、ナムチェバザールとティンリを結ぶ、ネパールとチベットの通称に使われてきた。しかし氷河が減少したため、好まれるルートは西にあるナンパ、ラに移った。 1952年のスイス隊によるエベレスト遠征の後に、この峠はエベレストの西にあるタメローラという名前はふさわしくなく、クーンブヒ氷ガとつながっていることから、クーンブラに改名した方がいいと提案された。そうすると、エベレストの南にある暗部のサウスコリオローラと呼ぶことができる。不幸にも、ナンパ、ラは過去にクーンブラと呼ばれており、当時も時々そのように呼ばれていた。 イギリスの環状は提案された名称変更に反対であり、新しい名前が採用されることはなかったエベレスト付近の地図。ローラは頂上から 5km 西にある。この峠を発見した最初の西洋人探検家は1921年のエベレスト偵察遠征におけるジョージ・マロリーと外ブロックである。実際に峠まで到達したのはブロックのみである。 彼らはエベレスト山頂へつながるルートを探して、チベット側の西ロンブク氷河を探検していた。単にその峠が彼らのいた位置よりも南にあったため、彼らはその峠に、南の峠を意味するローラと名付けた。このやや身勝手な決定によって、前述したように後に、名称問題が生じることになる。ローラからは、エベレストの西領とウエスタンクルムに行くことができるが、彼らは、 どちらのルートも登場には適さないと考えた。ローラは、また1935年に、ビル・ティルマンとエドモンド・ウィグラムの予備調査遠征で、調べられたが、1921年と同じく彼らは、ノースコルからのルートの方を好んだ。南西側から見たエベレスト。クーン部氷河のアイスホールは左下にあり、その上に、ローラ、その奥には、ロンブク氷河の雪原がある。西は、 ローラから西領の肩を通って頂上まで斜め上に繋がっている。1951年までに中国のチベット占領とネパールの開国によりエベレストは南からのみアクセス可能となった。1951年にデンマーク人のクラーブスベッカー・ラーセンはノースコルルートを登るため密かにチベットに越境する目的で空運部へ向かった。しかしローラに登って 国境を越える彼の試みは成功せず、退却せざるを得なかった。その後、ローラを経由して、エベレストに西領から登る試みが1974年と1978年になされたが、成功しなかった。ローラ経由でエベレストに西領から登頂することに、初めて成功したのは1980年のユーゴスラビア隊である。 ホーンバインクーロワールに分岐しないダイレクトルート。トーンスカージャに引きられた40人の隊は、クーン部氷河の5350メートル地点からロープを固定し、200メートルのハンドウィンチでロットンの装備をローラまでに上げした。彼らはローラまでのクライミンググレードを2と3の間と評価し、その上部の150メートルはーと V の間と評価した。さらに、 標高8000メートルを超える場所にもグレード V があり、当時のグレード V の世界最高初記録だと主張した。ブラシアーズ、デビッド、エベレス、ト m e l t i n g g シ・ア・イ・エ・ウ・ r s ット・ソ・ル、e ・ c l i m ラ t e ティ・ YouTube より2014年8月28日閲覧。1921年から2008年までのローラ。 付近の論文氷河の高さの変化を示すビデオ、ありがとうございます。